んたち、萌え萌えしてる？萌え萌えラジオ第1回目だよ。あとね、このラジオではね、日本の萌えを紹介していこうっていう番組なの。萌えキャラクターや萌えシチュエーションをね、萌えとは何か、かわいい、愛しい、キュンとくる、キュッとしたくなる、多分なんかそんなようなものです。実は私もそんなに詳しいわけじゃないの。だから日本の萌え好きな人たちに助けてもらって、少しずつ少しずつ不定期更新で紹介していこうかなと思ってます。どうぞ気長にゆるーくお付き合いくださいね。ほいでね、日本の萌え好きな人たちと世界の萌えが好きかもしれない人たちと、このラジオを通してもっともっとみんなでおしゃべりできたらなって思うな。それって素敵じゃない？それでは、まず何から始めようかな。ではまず1キャラ目の紹介をするね。1人目の萌えキャラクターは妹キャラ、年下の女の子キャラを取り上げちゃいます。数年前にドドーッと流行ったんだ。今はちょっと他のキャラクターに押され気味みたい細かい違いはあるけど、典型的なパターンを紹介するね。妹萌えキャラクターは主人公のあなたより年下。本当の妹の時もあるし、血がつながってなく家族になったパターンもある。お隣に住んでいてまるで兄弟のように育ったなんてパターンも。本当の妹の場合はもちろん脇役で終わっちゃうの。でも最後にはお兄ちゃんと付き合いする人を応援できるようになるの。元気でお兄ちゃんをポンポン叱る面倒見のいい妹や、病弱で兄が守ってあげなきゃと思ってる妹、引っ込みじゃんでお兄ちゃんの後ろに隠れちゃうような子もいます。まだ幼い体験、小動物っぽい。子供の頃からお兄ちゃんの嫁さんになるのを夢見ていたり、子供の頃に結婚の約束をしていたり、お兄ちゃんが守ってあげる約束をしていたりします。ほぼ最初からお兄ちゃん大好きっ子です。妹萌えキャラクターは例えばシチュエーションとしてはこんなのが似合います。何もないところでよく転ぶ、やきもちを焼いてもくれる、背伸びをした行動をした結果何かをやらかす。妹萌えキャラクターは例えばセリフとしてはこんなのが似合います。お兄ちゃん、おーい、お兄ちゃんのバカ、私、大きくなったらお兄ちゃんの嫁さんになるんだ。私、妹としてしか見てもらえないのかな。もっと頑張らなきゃ、お兄ちゃんに似合う女性になるんだもん。どうですか？あなたも妹萌えキャラクターにもやもやしますか？まだ足りない。それじゃあ妹萌えキャラクターに詳しいお兄ちゃんたち、お姉ちゃんたち、もっと私に妹萌えキャラクターのこと教えて。そして妹萌えキャラクターにまだ詳しくないお兄ちゃんたち、お姉ちゃんたち、質問のお便りどんどんお待ちしてるよ。ではでは、また2回目の放送で会おうね。またね。私とあんまり一緒にいてくれない。高校生になったら同級生の男の子たちと遊んでばっかり。それはそれで安心ではあったんだけど、私、み
見ちゃったな。借りた辞書の間に挟んであった写真。とっても綺麗なお姉さん。お兄ちゃんと同じ学校の制服だった。びっくりしちゃって何も気づいてないふりして戻しておいたけれど。私だけのお兄ちゃんだと思ってたのに。これはちょっと焦らなきゃいけないね。何か考えなきゃ。何か。